佐々木さやか君。はい。公明党の佐々木さやかです。えー、あの私も無戸籍のですね問題について今日はお聞きをしようというふうに思っております。先ほど福島委員また牧山委員からもですね、えー、問題提起があのたくさんございました。あのこの着出推定のですね精度自体についての。 この在り方を問うご質問を、この委員の先生方されたなと思って聞いておりましたけれども、本当にこの子どもを中心に、ですねこの無戸籍の状態で、さまざまな厳しい状況に置かれた方々を真ん中に据えて、そのためにはどうしたらいいかということ、今回の法改正では、まだ課題が残っているように思いますけれども、法務省としても、ですね引き続き、 この点については、真剣に考えていっていただきたいというふうに思います。でまあ、今回の改正は、まあ、そういった側面もありますけれども、着出推定についてですね、えーまあ、離婚後、再婚した場合には、あその新しい夫の子という形になるという点、それに、まあ、伴いまして、女性のですね、 再婚禁止期間も削除されると、まあ、こういった観点から、私は評価をすべきかなというふうに思っております。無戸籍の問題についても、す、ま、べ、あ、てではありませんけれども、一部その原因が解消される方向になるわけでございます。まあ、その上でですね、先ほどからもご指摘があるように、 300日の推定規定自体は残りますので、再婚をしなかった場合ですね、そういった場合には、無戸籍者の問題というのは残るわけですけれども、これについては、今回の改正ではどのように対応をしているのか、改めて教えてください。法務省金子民事局長 ご指摘のとおり本改正法案においても離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子について母がこの出生の時までに再婚していない場合は子は全婦のことを推定されることとなります本改正法案では全婦のこと推定される子について全婦のみならず子及び母にも否認権を認めることとしており母が再婚していない場合でも否認権が適切に行使されることにより無屈付者問題の解消が図られるものと考えております この着出否認の訴えというものを、これまでは提起できるのが夫、かつ期間が1年というものであったものを、母または子も提起ができる、また期間についても3年ということで、改正をされるわけでございます。えー、ですので、こういった新しい制度ができるという点で、前進かなとは思いますけれども。 き今日も他の委員からご指摘があったように、こういった訴えをですね、裁判をお前の夫に対して提起すること自体が難しいんだと、まあ、こういうお声もあるわけであります。えー、まあ、その、おっしゃるとおり、3年という期間、まあ、1年はなかなか難しいと思います、出産してから1年以内に、えーね、本当に体も大変な中で、えー そのどここかかにに相談に行くとといいううも難しいでしでょうただ、3年というのもあっという間に過ぎますので、えー、こうした訴えが例えばあるよという制度の周知自体もどうやってするのかとかですね、えー、それからあ費用の点もそうでしょう、弁護士に依頼をするとなったら、そういった費用もかかりますし。 また、その前の夫が DV 加害者だったりということで、なかなかコンタクトを取ることも難しいということもあると思います。こういったこともきめ細やかなです、ね、支援、こういった訴えの制度が新しくできましたよというだけではなくて、じゃそれを実際に使えるのかと、できるだけ必要な方には使っていただけるような支援というものが必要だと思いますが、この点はどのように考えていますか。金子局長 これまで法務省では、無戸籍者の解消の取り組みとして、市区町村等から把握した情報に基づきまして、法務局や市区町村の職員が、無戸籍者の母親等に定期的に連絡をしたり、個別に訪問するなど、一人一人に寄り添い、戸籍の記載に必要な届け出や、裁判所の手続きが取られるよう、支援を行ってきたところであります。 法務省としては、これらの支援を今後とも継続するとともに、施、え、行、ー、日前に生まれた無戸籍者、その母親に対しては新な、新たにたに自ら嫡出品の訴えを提起することができるようになったことを個別に通知することなどを含め、あるいは手続きの、今後想定される手続きの内容や法テラスの活用等も含めて、えー、必要な取り組みをの周知を含めて、その機会を えー、訴え提起の機会を資することがないよう、えー、必要な手続きを取ることができるよう、取り組みを進めてまいりたいと考えております佐々木さやか君。えーまあ、あのそういった支援、できるだけ、えー、しっかりとですね、えー、行政内の,おあの地方自治体の中の関係部局などもしっかり連携をしていただきながら、できる限りの支援をしていただきたいと思います。 まあただその、やはり前の夫の子どもとして一度は戸籍に乗ることをためらったりとかそれからさまざまな事情でそういった行政とつながれないとかですねそうしたことから今後も残念ながら無戸籍となる方が 出てしままうう恐れはあるといいううに思いますですので、えー、引き続き、まあ、この無戸籍者に対するですね、えー、まあそもそもこの無戸籍の方の把握と、それからそれに対する支援、さまざまなことを、今までもやってきてはいただいておりますけれども、今回の 改正がなされたからといって、ですねそういったこれまでの取り組みがこのおろそかにならないように、むしろより力を入れていただく必要があるというふうに思っております。えー、このこ者の無者把握とそれから支援、えー まの報道などを拝見しますとなかなかこの行政のまあ、把握はされているけれども実際にじゃあどんな支援がなされているのかあー十分な支援がなされていないんじゃないかという問題提起も聞くところでございますこういった無戸籍者の把握と支援について、えー、今後どのように取り組んでいくのかお聞きしたいと思います金子局長 えー、無戸籍者の方の情報につきましては、無戸籍の方やその母親が市区町村の戸籍や住民票の窓口などに相談に来られた際に把握されることが多いほか、市区町村の福祉担当部署や教育委員会等においてもこれに接することがあることから、これまでも無戸籍者の情報に接した場合には、市区町村の戸籍担当部署、または 法務局に情報提供するよう、それらの機関に対して協力を依頼してきたところでございます。で、このような把握につきましては、今後とも引き続き継続することとしております。そして、コロナにより把握した情報に基づき、戸籍の記載に必要な届け出や、裁判所の手続きが取られるよう支援するほか、各法務局等に裁判費用等について相談があった場合には、法テラスの民事・法律扶助制度を案内する。 法務省に無戸籍者ゼロタスクフォースに補補償を設置するとともに、各法務局において、市区町村、弁護士会等の関係機関との協議会を設置するなど、関係機関との連,絡連携のもとに、一人一人に寄り添った支援を行っているところでございますけれども、このような把握と支援の取り組み、いずれもしっかりと継続するとともに、無戸籍者として把握することができていない方への周知も重要であることを踏まえまして、 関係機関関係団体とも連携して広く一般向けに法務省ホームページなどを通じて制度の周知を図ってまいりたいと考えておりますまた今後は特にこの法改正の効果を検証するためにも戸籍者の把握を継続していくことが重要であると考えております佐々木紗友香君 支援ということについて、この戸籍を取得していただくことへの支援も重要ですし、ただ、この無戸,無戸籍状態にあるということは、さまざまなです、ね、経済的困窮とか、それからあの子どもたちの学習のです、ね、問題とか、いろんなこの困難な状況に置かれていることが想像できますので、そういったあのまあ法務省の管轄ではないかもしれませんけれども、福祉的な行政支援。 にもきちんとつながるようにですね連携をとっていただきたいと思います以上で終わりますありがとうございました どうぞ。